頑張ろうと言った矢先のこれね。作るよね。これ来たんじゃない？本当に。左なんでね、ちょっと楽しんで。この横見てもらったら分かるんですけど、めちゃめちゃ崖なんですよね。これ滝を見ながら行くかなと思ったんですけど、これ滝の中を行くんですかね。これ結構来た時以上に結構シビアな感じですね。確かに水の音は聞こえるけども、これ意外とハードかもしれない。うわ、この、これね、なんだろうな、登るときは、足の踏み場がちゃんと、ここを踏んでくださいみたいなのがあったんですけど、ここに来たっていうと、ないんだよね。だから、なんかもう、本当に、なんていう、無人島で見ても、舗装されてないから、結構危ないから。うん、まあ、でも分かんないです。ここだけかもしれない。もうちょっと下、さっきの子めちゃめちゃ舗装されてたから、ここ下ったらまたちょっと緩やかになるのかもしれない。まあ、それを願ってちょっと降りていきます。なんとかクリアしたけど、あそこだけだったみたいですね、水のところは。でもまあこんな感じで結構塗装されてないというか、まあちゃんとクリーンにはなってないんで、まあでも注意しないと。さっきめちゃめちゃ足首ひねりかけたんで、注意して登ります。登りますじゃねえ、降ります。今ね、だいたい下り始めて45分ぐらいかなんですけど、下りの方がめっちゃ長く感じる。本当になんか多分この傾斜で言うとこっちの方が緩やかなんですけど、なんでだろうね、疲労かな。なんか上りはめっちゃ速く感じたんですけど、下り今まだ45分の半分ぐらいしか走ってないんですよ。もう本当にちょっと頑張って滝に着いて、そっから駅に着くみたいな感じなので、はもう多分その山登りを何度もやられてる方は分かっているかなと思うんですけど、まああとはこう個人的な感覚にもなるんで、全員がそうとは言い切れないんですけど、下りをメインじゃないですけど、それぐらいの感覚で行ってもいいのかなっていう感じですね。下りはだいぶ足腰にきますね。まあでもこのコース本当に水の音を聞こえるんで、すごい気持ちいいは気持ちいいですね、うん、頑張ります。いや、やっと着きました、岩滝。どんぐらいだろうな、1時間弱ぐらいか。やっと着いた。本当になんか、お寺みたいなのがあって、そこに滝があって、もう滝って感じです。ザ・滝。
からもちょっと聞こえるんですけど、こう水の落ちる音というか、滝の音、すごい癒されますよね。あんな感じで滝が流れてるんで、うん、寒い、ちょっとやっぱ滝のね、音っていいね、本当に。こう、まあ山もだけど、こう水ってやっぱ自然を感じれるっていうのはね、本当にめちゃめちゃいいと思う。ああ、行こう、駅を目指して行こう。いや、着いたね。着いた、疲れた。なんだかんだ、1時間10分15分ぐらい。だから、まあ行き帰り同じぐらいか。まあ今日1日で言うと、高尾山口駅、今高尾山口に駅にいるんですけど、高尾山口駅から、清滝駅の方に向かって、そこから、稲荷山コース。まあ、稲荷山っていう山を経由して、高尾山頂まで、山頂まで行きました。で、大体それが1時間10分15分ぐらい。で、次に、6号コースみたいな。なんか7つあるんですけど、1号から6号と稲荷山コースがあるんですけど、それの6号コースみたいなところに行って、まあ、それも1時間15分。同じぐらいで今高尾山口に着いたっていう感じです。稲荷山コースはまあ山道なんで、まあ本当に木に囲まれてすごい気持ちいい感じで登れましたね。で逆に6号線コースみたいなのコースは川のそばをずっと行くんで、ずっと水のせせらぎが聞こえたんで、すごいそれもそれで良かったなと。で同じ高尾山だけど、登る道と下る道でも違うし、多分7つコースがある中で多分全部違うんですよね。今日も登りと下り、まあ、違う顔を見せたというか、全然違う雰囲気、まあ、道で楽しめたので、まあ、これも多分季節によって全然また違うと思うんで、そういう意味でもまた高尾山夏もしくは別のコースとかでもね、まあ、ケーブルカーとかだと本当に紅葉とかもすごい多分綺麗に見えるんで、めちゃめちゃおすすめですね。で、まあ山登り自体初めてやったんですけど、うん、めちゃめちゃいいっすね。まあ疲労はもちろんあるんですけど、本当に、うん、なんか楽しいというか、まあ多分一人、もちろん一人でも楽しいんですけど、友達と誰か登るっていうのはすごい多分楽しいと思うんで、ぜひぜひ、高尾山だけではなくて、まあいろんなこう登りやすい山にちょっとチャレンジして、見てはどうでしょうか。オーライ、じゃあ今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チェアズガイズ、バイ。